皆さん、こんにちは。ュゴンです。ということで、今回もウィニングレブン2020やっていきましょう。今回は来週の7月20日から来るナショナルセレクションのメンバー予想をやっていきたいと思います。はい、ということで、ナショナルセレクションも3週目ですね。えー、ついに、あの FP たちが見られるかもしれないとワクワク中のあなた。もうほんと楽しみですね。うん、楽しみ。以前からまあ告知のある通り、まスペインとドイツとポルトガル。 参加、えー、国分のナショナルセレクションが来るということになっていて、まあ、やはり注目されるのはやはりドイツなのかなというところですかね、えー。先週の予想なんですけど、一応答え合わせやっておきますかね。うん、やっておきましょう。えー、まずベルギーの予想なんですけど、こんな感じ。アザールなど8選手を予想しました。まあ、ビツエルだけ外れてしまいましたね。うん、結果そこにはティーレマンスが登場ということで、まあ、既存のスタメンからなんか来るっていう説がね、流れていたんですけど、2周目でね、見事に崩れ去っています。 はい、えー。続いてフランスなんですけど、予想はこんな感じでした。えムバッペなど8選手を予想していましたが、まあ、結果、カンテとポグバは外れましたね。いやー、ポグバぐらいは来るんじゃないかなと。ポグバって結構 FP 化は結構少ないんですよね。うん、来てもいいと思ったんですが、残念ながら。そこにはトリストとラングレ来ましたね。はい。えー、まさかの中盤は1人だけということで、えー、かなりね、ちょっと驚きましたね。 はい、えー、こちらのガチャもスタメン以外から来ているという結果になってしまいました。で、最後、イタリアなんですけど、予想はまあ、ドンナルンマだと8選手を予想しましたが、結果、まあ、アチェルビがジョルジーニョということで、まあ、ほぼ正解でしたかね。えー、まあ、3チーム合わせて80%以上の正解率ということで、まあ、いい感じだったのかなという印象です。はい、えー、今回の予想の、まあ、ポイントで言うと、まあ、基本は既存スタメンからっていう予想にはなるんですけど、まあ、ベンチの選手も、 え、出てくる可能性はあると。ただちょっと予想はしにくいので、今回は一応既存のね、スタメンの選手から選んでいこうかなと思っています。あと、点、マークがついている選手はここ選んでいくという感じですかね。まあ、ポジションで言うとゴールキーパーは確実に1人。まあ、他のポジションはだいたい2から3人ですかね。まあ、フランスの中盤1人だけだったんですけど、まあ、たい2から3って考えた方がいいのかなというところです。まずはスペインから予想していきます。 えー、スペインのスタメン、まあこんな感じなんですけど、まあゴールキーパーは確実に、まあ、メインパートナークラブでもあるデヘアが来るんじゃないかなというところです。えー、ディフェンダーは登録は4人ですね。 ま、この中でも、まずは、キャプテンのマークついている、セルヒオ・ラモス。こちらは確実に来るのかなというところ。あとは、ま、レアリティ考えると、カルバハルかなと、個人的には思ってるんですけど、まあ、ガアとかね、あと、イニゴ・マルティネス。まあ、こちらの選手たちも金なので、まあ、可能性はあるのかな。ただ、ま、FP になってる選手が、基本的には、やはり、来る傾向にあるので、カルバハルかなというところで、今回は。ラモスとカルバハルですね。 はい。まあ、どちらもレアルという感じで、あと続いて中盤なんですけど、中盤に関しては、イスコもね、えー、登録は、えー、オムフかなえー、なので、中盤登録になっています。はい。えー、今回は、ま、希望も込みで、まあ、左ウィングにいる、ま、登録の方がオムフの、えー、イスコと、えー、それからブスケツ。そして、ま、ティアゴなんかも来そうだかなというところで、今回はこの3人予想ですね。はい。まあ、ブスケツ、ティアゴに関しては、ま、パートナークラブなので、まあ、その辺も可能性があるのかな。まあ、ただ、サウルも、 いい選手なんですけど、まあ、結構来てる印象がある選手なので、今回外されるのかなというところです。まあ、初 FP 化の選手が何人か入ってくると予想なので、まあ、その辺考えるとイスコもあり得るのかなというところですね。えー、最後フォワードは、えー、スタメンの中でフォワードはモラタともロドリゴだけなので、えー、ここは2人確実に来るのかなというところです。ということで、初 FP 化ということで予想したイスコの能力見ていきたいと思います。 はい。まあ、イスクは結構ね、期待されてる方多いと思いますし、まあ、好きな選手っていう方結構多いと思うのでね、ね個人的にも来てほしい選手なんですけど、今回、まあ、ノーマルはこんな感じの能力ですね。まあ、足元なんかはやはり高くて、特にドリブル、カンストしてます。 え、ボルコンも97ですし、まあ、グランダーパスとか、パス系も結構高いですね。えー、決定力も82と、まあ、まずまずでしょう。ちょっとスピードなんかはね、やはり、まあ、そんな高い方ではありません。フィジカルもちょっと低めですね。えー、ボディコンも92。スタミナもちょっと低めですかね。え、コアンが4ということになっています。 えー、プレスタではチャンスメーカーついています。えー、スキルはダブルタッチ、エラシコ、ルーレットなんか持っています。えー、特殊ダブルタッチできますね。この辺もいいところですね。今回ミドルシュート、スルーパスなんか優秀なスキルなんかも持っております。はい。まあこちらの選手、まあポジション適性も広いですし、まあ、この辺も魅力なのかなと思うので、ぜひ来てほしい選手の一人です。 はい。えー、続いてドイツの方を予想していきます。えー、まずはゴールキーパー。まあ確実にキャプテンマークもついてますし、バイエルンということで、ノイアーは来るでしょう。まあディフェンダーそうですね。個人的にはヨナタンタート、ギンターだと思ってるんですけど、えー、サイドバックの選手、ちょっと名前がね、えす、ー、べて出てないので、ルーカスなんたら選手なんですけど、ちょっとごめんなさい。わからないです。 はい。と、あとは左サイドバック、シュルツ選手かな。まあ、サイドバックも、総合値がまあ80超えているので、まあ、金の選手なんで来る可能性あるかなと思ったんですけど、ここはヨナタンターとギンターなんじゃないかなと、個人的には思ってます。はい。えー、中盤で言うとそうですね、登録自体は、えー、真ん中の3人が中盤登録ですね。ゴレツカ、トニクロース、キミヒが中盤登録です。 ま、この中でも、君ゴレ列カかなというところで、レ列化は結構、ね、期待も込みなんですけど、まあ、トニクロも結構可能性はあるんですけど、まあ、パートナークラブとかを個人的には考えました。はい。ま、君比なんかは確実になんか来そうな感じはしますね。 はい。えー、最後、フォワードなんですけど、フォワードはそうですね。3人全員来るかなというところで、えー、左サイドハーフにいるブラント、そして真ん中、えー、トップにいるベルナー、そして右のニャブリということで、まあ、この3人は確実に来るんじゃないかなというところです。なので、ベルナーとブラント、この辺の初 FP 化がやはり期待されるのと、あとはギンターですね。まあ、ここは1回来てるんですけど、結構強いんでね、えー、また来てほしいところです。 今回はドイツの初 FP 化ということで予想したベルダーの能力を見ていきたいと思います。 はい。えー、ま、未所属扱いになっているので、ライブアップデートがつかないのがちょっとね、残念ですよね。えー、こちらの選手はまずはですね、やはり何と言ってもスピード瞬発。まあ、瞬発に関してはすでに関すと、スピードも97ですからね。足はめちゃくちゃ速いですよと。えー、キック力少し低いんですけど、決定力は90あったりとか、オフェンスセンスも92。まあ、得点力はやはり高くて、あとドリブルが90なんですね。ちょっとかなり高いなと思いました。まあ、足元なんかはまずまずで、グランダーパスは78ということになっています。 あとはジャンプが92フィジカルもなかなかありますねボディコンが92スタミナ95めちゃくちゃ高いですねえー逆足の精度が3でコアンが6、まあ、この辺もいいですねちなみに総合値は94かノーマルで94ってなかなか高い方だと思うんでこれがまあ FP 化されるとかなり伸びると思うんでねえー、期待していいのかなと思いますプレイスタイルはラインブレーカーですねスキルは5個でワンタッチシュートチェイシングなど、えー、持っていますまあ FP 化されることによってスキル追加はねナショナルは基本ないと思うんですけどまあ 個人的にね、カスタマイズするのが楽しみですね。まあ、やはりスパサブとかが面白いのかな。まあ、あとはワンタッチ、パスとかね。えまあ、シュート系もね、あまり持っていないということで、その辺を追加してもいいのかなと思います。 今回もう一人紹介します。えーブラントですね。まあこちらの選手は個人的に前作かなりねお世話になった選手なんですけど、まあノーマルの時点で能力で言うと足元系は90超えていて、グランダーパスが88、ウィングストライカーで88は結構高い方だと思います。まあアザールなんかはもうちょっとあるかな。うん、まあ。 結構高い方ではありますね。決定力が83。まあ、スパサブなので効果発動して、ま、90近くまで持っていくかなというところと、まあ、スピードなんかはまずまず高くて、フィジカル80あるんですね。なかなか高いですね。まあ、スタミナなんかは低くてもスパサブあるんで問題ないでしょう。えー、逆足が両方とも3で、コアンが6。まあ、ポジション適性。まあ、今のところね、本適性が2つしかないんですけど、まあ、適性をね、追加すれば色々できるのかなというところです。えー、プレスタルはウィングストライカーですね。えー、スキルの方こんな感じで、追加枠があります。 えー、ダブルタッチつけると特殊ダブルタッチできますねコンカミドルシュートドロップシュートそしてスパサブということになっています、まあ、ワンパとか、まあ、先ほど言ったダブルタッチとか、まあ、その辺考えるといいのかなというところですかね、えー、最後ポルトガル予想いきましょうそうですねポルトガルに関してはまずゴールキーパーはルイ・パトリシオまあここはね、えー、ゴールキーパーは確実に1人来ますし、まあ、ここはスタメンから選んでもいいのかなというところでここは来るでしょう え続いてディフェンダーなんですけど、実は3人しかディフェンダー登録いなくて、えー、左サイドバックにいるラファエル・ゲレイロ、こちらは中盤の登録になっているので、右3人がディフェンダー登録ということになっています。やはりまあルーベンは来るでしょうということで、まあ、ここは来るんじゃないかなと。あとは、リカルド・ペレイラとジョゼ・フォンテということで、まあ、ちょっと 本わからない。本当にわからない。どちらも初 FP カーなんですけど、来たら。ん、難しいなというところで、今回はフォンテにはしました。まあ、リカルド・ペレイラもね、可能性はありそうなんですけど、今回フォンテでいきたいと思います。はい、えー、続いて中盤なんですけど、中盤で言うと、ダニーロと、あとブルーのフェルナンデス、まあ、ピッツィなんかが中盤なんですけど、まあ、ここは3人来るんじゃないかなと思って、個人的には3人予想にしております。 はい。まあ、そうですね。ダニーロに関しては初 FP 化の選手。あとの二人は何回か来たことがありますかね。はいえ。最後、フォワードはやはりロナウドとベルナルド・シューバー、ここ来るんじゃないかなと思います。えベルナルド・シューバーは中盤に配置されてますが、トロクは右ウィングですかね。はいえ。ここは確実に来るのかなということで、こちらの8人予想でいきます。ポルトガルで初 FP 化予想したダニーロ・ペレイラのね、能力見ていきたいと思います。 はいえ。ということで、まあ、この選手なんですけど、めちゃくちゃ、えー、強いなと思いました、えー。まずアンカー持ちなんですけど、まずこのプレイスタイルはやはり強いですよね。まあ、足元なんかは80超えていたりとか、ヘディングも84ですね。えー、しかもスピード80超えてるんですよ。えー、これがまた FP 化されると考えると、なかなか強くなるのかなと思いますね。えー、フィジカルも92あります。 えー、スタミナもしっかりあって、ディフェンスの能力も90近くあるということで、もう FP 化されたら確実に90超えてくると思うので、いや、これは強いのかなと思いました。あと、まあ、ポジションもね、本適性3つついてますし、逆足精度が3で後半が7。いや、強そうな感じしますね。まあ、スキルに関しては5個ですね。インターセプトは持っていると、闘争心なんかも持ってます。まあ、追加できるので、パス系だったりとか、ま、あま、あマークないので、まあ、そちらを考えてもいいのかなというところです。まあ、身長188ということで、少し重みはあるかもしれません。 れませんがえー、今作でもね、えー、なかなかやれるアンカーの選手なのかなと思うのでこの選手の FP 化かなり期待していいのかなと自分は思っております。 はい。ということで、今回は来週7月20日から登場するナショナルセレクションのメンバー予想をやっていきました。いかがだったでしょうかまあ、8割くらいは当たると思いますので、参考にしていただければと思います。まあ、コインをね、どこで勝負するか、その辺のね、判断をしていく材料にね、していただけるといいのかなというところです。こちらのチャンネルではこのような、えー、まあ、FP の予想だったりとか、えー、メンバー予想なんかは初めてやりましたけど、 えー、毎週ね、えー、このように予想なんかもやっていますし、ま、答え合わせなんかもやっています。週刊 FP の予想とか、最新情報とか、ウィニングレブン2021の情報なんかも発信していますので、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなど、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。